けない。やっぱりね、この前おしゃべり会で一瞬新潟帰って1日だけ新潟で寝たんですけど、自分の家でやっぱ寝心地って全然違ったよね。安眠すぎて自分の家が、まあ、いいマットレスを使ってるんでなんだっけな、マットレスですごい日本人の名前みたいな、高倉みたいな、板倉みたいなベッドのメーカーなかったでしたっけ。お疲れ様です。舞台楽しみにしてるよ。もう来週1週間後っていうのが結構信じられてない。順調にっていうか、まあ結構そう通し稽古とかも今日したりしたんですけど、ちょっと1週間後っていうのは意外とあっという間に感じてる。稽古始まってからは長いなって思ってたけど、1週間前かもって感じです。お疲れ様でありがとうございます。早い。自分の家が一番、そう本当にそう、あのね、普通に実家のベッド柔らかすぎて腰痛いから、上になんかマットみたいな敷いて寝たあるんだけど、まあ、そしたらマシになった。インスタ見たよ、さっきの投稿ですね。さっき投稿しました、前にアイナとランチ行った時の。私あそこの店大好きで一人でも行くんですけど、激込みです。入る前に結構諦めたくなるぐらい激込みだけど、頑張った。食べたくてめっちゃ待ったけど、そこでるから90分制っていうのが決まってて、と休みの平日休日関係なしに毎回90分いる。全然この前は本当に時間足りなかった。90分、結構ね、何回も会ってるけど、全然定期的に2人で会うのが久しぶりだったんですけど、2人きりでだからもう話が止まらなくてって感じでしたね。ファイト、ありがとう。ハートもありがとうございます。頑張ってね、ありがとう。なんだっけな、ベッドのメーカー、なんかマットレス欲しいなって思って、勢いで、もともと全然安い多分マット使ってたんだけど、ベッドの上にマットレスを置くっていうのを覚えて、そしたらメンバーが泊まりに来た時に、その下にベッド引いてるから、泊まりに来た人にマットレス貸してベッドでは寝たりできるなって思ったけど、マットレス買ってから一回もそれやってない。メンバー来てもなんか結局こたつで寝てたな前は。高松だマットレス、高松の低反発高反発が表裏で買えれるやつが安くなってて、パパママが新潟来てる時に勢いで、これ今買おうかなって言って買って、
車あったから運んでもらって、勢いで買ったらめっちゃ良かった。高松多分たくさんおしゃべりした。ありがとうギフト、ありがとう。ほうじ茶ソース、いやチーズケーキ、ほうじ茶チーズケーキなんですけど、チーズケーキにしたクッキーになってて、ま、若干タルトに近いんですけど、チーズはレアチーズっぽい感じで、それに全然甘くないほうじ茶のソースをかけるんですよ。ケーキ自体がめっちゃ甘くて、ほうじ茶ソースかけると結構中和されてめっちゃそれが美味しいんですけど、甘いの苦手な人は最後ちょっと飽きるかもしれない。結構ケーキが甘くて、ほうじ茶ソースが苦いっていうか全然甘さがなくて、それで食べやすくなるんですけど、そのほうじ茶ソースが本当に美味しくて飲みたいって。かけるとねお皿に残るんですよ、ほうじ茶ソースが最終的に。でもそれ飲みたくて、でもさすがにお皿で飲むのはなって、いやうん、そのお店でそんなことしないじゃないですか。だからマジでこれ本当に飲みたいんだよねっていつも思ってんだよねみたいなこと言った。そう、次はこうかける前にそのまま飲みなよって言ってくれてほうじ茶めっちゃ美味しいんだよね。ほうじ茶大好き。だるまありがとうございます。いいマットレス欲しい。買ったら生活、睡眠の質変わるよ。西川じゃないんだ、西川かな、わかんない、なんか名前だった誰かの名字、西川かも、どっちでもピンときてる西川もあるんだ、それはもうわからんわ。西川か松高、高松、わかんない、帰ってみなきゃわかんない。西松、混ざった、もう分かんないです。ケーキ、うん、意外と大きいから、ま、それだけでもお昼ご飯としてでもお腹いっぱいになるぐらい満足度高い。まあピザも食べたけど、ピザもめっちゃ美味しいんですよ。結構値段高い、でも高いです、お高いです。なんかまあ人気店だし美味しいし、お高いけど行く価値あります。いいマットレスにしてからガチで金縛り減った。あー、あるかも、私もそれ。今のマットレスでは一回も金縛りなってない。マットレス上に引く前はあったけど、前の家であったな、今の家ではないかも。金縛りないけどお店ではあった。外で金縛り起きます、眉毛サロンで金縛りあった。私でも美容室でもなったことあるんだよね、多分ふかふかのベッドが合ってない、というおしゃべり会ありがとう、とても可愛かったよ、ありがとう。おとといなんだ、もうなんか寂しいね、めっちゃ前に感じちゃってる。超もう思い出、余韻にひたひただったけど、なんかもうすでに思い出って感じで、あ楽しかったなってずっと思ってたら、おとといなんだ。感覚おかしくなる、曜日感覚もなくなるし、新潟にいる時間のが不思議に夢みたいに感じる。新潟や、新潟から通いたい。
交通費えぐいことになる。でもさ、毎日新幹線でさ、仕事の通いの交通便が新幹線みたいな人いるじゃないですか、サラリーマンさんとかで。すごいよね、交通費が。定期券っていくらするの？か、定期券か。いやでも定期券めっちゃ高そう、10万とかもっとする。高松か西川かに新潟帰ったら教えて。でも人自分に合う合わないあるから、こう低反発がいいか高反発がいいかって、ね、合わなかったらちょっと申し訳ない。ニューニューニューってめっちゃ元気だけど出たけど寂しくなってきた。ちょっとわかるかも、その感覚。会えるまでめっちゃ楽しみだったし、会ってからもめっちゃ楽しかった、元気もらったってなったけど、逆にその一瞬過ぎて会えたのが、逆に会ったことによって寂しさが増すっていう。ちょっと会ってないだけで久しぶり感が、そうだからさ、そうな、劇場とかあったら定期的に会えたりしてたけど、会いに行けるきっかけがあったけど、やっぱり当たり前じゃないんだなって、全てのことって、会えるのもお話できるのも当たり前じゃないんだなって考える期間ですになってます、この稽古期間。疲れありがとうございます、疲れギフトありがとう。新幹線通勤やばいよな。新潟東京間1ヶ月20万ぐらい、高ー。でもそっか、毎日行くとしたらお得なのか、1ヶ月往復2万だもんね。自分の新幹線定期は3ヶ月で19万。めっちゃ教えてくれるじゃん。なんか区間によるのか。でも都内に住むより良かったりするみたい。ああそういうことか。都内家賃高いもんね。なんかめっちゃ世間話になってるけど。そっか、東京に仕事、新潟から東京に仕事通ってる人がいるとして、なんで東京に住まないのってなったら、東京で家賃払うより新幹線代の方が安いってことね。なるほどね。まあその分時間がかかるよね。時間はお金で買えないって、そういうことだよね。そういうこと？お金は時間で買えない？ん？違うか。やばい、お茶に水入れたのバレた。今日飲んでたお茶に下で水入れてきた。緑茶風味がする。最近あってた新しい、そうこれ美味しい。こんばんは。6月25日残り1枠。嬉しい。一部、最初の部とは最後の部が完売してさせていただいてて、残り1枠なの知らなかった。4567、残り1枠となっています。前回もさ買えなかったって人がいたりしたので迷っている方、ぜひ残り1枠ポチッとお願いします。ハートありがとう。
キシミュウさんから教えもらったけど、キシミュウ配信してるんだ。ババババンビのキシミュウちゃん、買って水入れちゃう、捨てる前にコップ洗わなくて済むしみたいな。ハートありがとう。ちゃんとお話してみたい。お話し会で待ってるよ。バババンビットの共演ねえ、前回歌舞伎揚げフェスNGT も出演してたけど、それキシミューもね出てたから私も出たら共演してた。でも NIG フェスでそう共演してしたんだよね。そこで初めて初めましてして、舞台よろしくお願いしますって。でもその時初めて見て、もう本当に何この可愛い生き物ってなって、メンバーの中でもめっちゃ話題になってたんですよ。キシミュウちゃん可愛すぎないみたいな。やばかったよね。あれ本当に人間みたいなぐらいめっちゃ可愛くて、てかすごいふわふわオーラが出てて、アイドルオーラがすごくて、そう、あんな可愛い子と一緒に稽古するのかって思ってて、でも最初の印象と実際稽古で会ってみての印象全然そのままでした。ずっとふわふわしてて、本当に愛される愛嬌の塊です。顔がちっちゃくてマジ本当私の半分ぐらいこんなんです。身長も小さいけど、私よりもそう身長低いんです。私が152センチで NGT では一番多分ちっちゃいんですけど、一番ちっちゃいんだけど、その一番ちっちゃい私よりもキシミュウ小さい、145センチ、7センチ違う。初めてこう初めてではないけど、私でもこうなるぐらい。可愛い、それも含めて守ってあげたくなる。本当ありがとう。私もありがとう。いいんだよな、ザ・アイドル、ザ・アイドルです。はなちゃんの動きがおもろかった。田口はなちゃん、はなちゃん動きめっちゃおもろい。急に昭和チックな動きになる、リアクションがびっくりした時とか、これは昭和じゃない、頭にこうやるのは、あーって。私一番背低いよね、新潟でじゃなくて、新潟でてか NGT で多分今一番低いんじゃないか。リリノってどうだったっけな、リリノが同じぐらいかな。なんか寒くなってきた。なんかさ、昼間暑いのに夜寒くてさ、ちょっと困っちゃうよね。家出るときあったかいのに帰り寒いみたいな、むずい服装。今今週末はまた雨みたいで、この時期の雨嫌ですね、嫌ですね。
心がわりの愛を愛を。新潟そんな寒いの？寒くて電気ストーブつけた。え、マジですか？いやでもそうだった。私この前新潟帰った日てか雨だったじゃないですか、おしゃべり会の日5月なのか。夜めっちゃ寒くて電気ストーブつけるか迷ったわ。確かに迷ってやめた。つけてよかったんだ。あれ新潟寒いね。寒いんだね今。なんか新潟の天気予報見れないんだけど、あ、埼玉9度だって。新潟もっと寒いの。冬やん。一桁は。え、今11度になってる。新潟の方が暖かい。撮影タイムってレニアも出るやつ。撮影タイムってレニアも出るやつだと思っているけど出ないのかな、わかんない。公式で発表されててましたけどちょっと確認しときます出るよねきっと。全員じゃないかな。嬉しいって思った。撮影タイム泣かれたくならない。聞いてほしい。本当にこれ本当に怖い話なんですけど、新潟帰った日からお腹痛いの治った。新潟帰った日、新潟帰ってた次の日の稽古の日からお腹痛いの治ったんです。私本当に4月22日のくらいからお腹痛くて、前回のオフラインから毎日お腹痛くて、ストレス、最初はなんか普通にお腹冷えてんのかなと思ったけど、もう4月22日が本当にもう死ぬほど痛くて、オフラインの日が。でそれからなんか帰ってからもずっと痛くて、なんだろうこれって思って、前もそういうことあったから普通にまあストレスかなって。ストレスってかストレスを別に感じてなかったんだけど、まあ、環境変わったから普通になんか追いついてないのかなって、体がって感じだったけど、新潟帰っておしゃべり会やって、その日もちょっと痛くったんだけど、おしゃべり会の次の日から今ずっと痛くない。あ、まだ2日しか経ってないか。胃が。タルマありがとう、たくさんハートもありがとう。新潟パワー本当に安心、あると思う。みんなに会ってなんか本当にあると思う。私自分じゃ気づかないけど結構思い込みが多分激しくて、一回親に言われたことあるんだよね。レーナは性格的に、お腹痛いのは性格的に考えなくていいことを考えちゃうから、それが体に出やすいんだよみたいに言われて、親に言われんならそうなんだって私は全然ピンとこなかったけど。新潟恋しい。でも私そう思い返したら歌唱力の時もめっちゃお腹痛くて、本当にこれ本当に当日前日歌唱力の本番の前日に練習中に急に痛くなってきて、
もう喋って歌ってちょっとお腹が力入ってお腹がちょっとへこむだけで超痛くてみたいな痛さで歌うのも辛くて、え明日本番なのにってなってたけど、今練習終えて明日本番まで直すぞって思ったんだけど、当日もめっちゃ痛くて、私ってこういうのお腹に体に出るタイプなんだ緊張がって思ったけど、でも信じたくなくて、そんな弱い弱いっていうか緊張でお腹痛くなるタイプなんだって、そう緊張ですよって周りには言われてたんだけど信じたくなくて、いや違う、なんかもうお腹に変が起こってるみたいな思ってたんだけど、でも今考えたら普通に緊張だった。普通のことしなくて、撮影の日は18、19カーテンコール撮影会、あカーテンコール撮影会だったら全員出てますね、これは多分やったよ。スケートボード TV の時は大丈夫だった、大丈夫だった大丈夫だった、緊張はしてたけど、その時は寝不足でアドレナリンで生きてた、本当に前日もめっちゃ遅くまで練習してたから、おしゃべり会はいつも緊張してお腹痛く、辛いねそれ、緊張して毎回お腹痛くなる、私も公演前お腹痛くなったりする、おばあちゃんの途中とかに。こんな時間早い、あと1週間後に本番を迎えます。1週間後だよね、あ1週間と1日、大丈夫まだお腹痛くないです5月17日から渋谷文化センター小和田、あーこれ覚えられないんだよね、渋谷区文化総合センター小和田伝承ホール、これ長いんだよな、でお待ちしてます。スクショタイムしよう、なんかさ今日髪がうねってる、湿気湿気ないか、最近髪が傷んできたレイナちゃんです。どこが傷んでんだよっていう言われるかもしれないけど、毛先を見れば傷んでいます。ニャーニャーポーズしとこう、ありがとうございます。それではランキング読んで終わります、ハートありがとう、うーん、13位から読みます。13位リーさん、12位ジョンさん、11位マッツンさん、10位令和の土方さん、9位ぬっくん、1位ふわふわさん、7位てっちんさん、6位ミスターさん、5位ひんじさん、4位しゅうちゃん、3位まこちゃん、2位せいじれんさん、とっても心配ですさん、1位りっくん、ありがとうございます。59分、早っ、お風呂も入ったし、あとは歯磨いて寝るだけ、もうちょっとやりたいこといっぱいある、あとそして今日は眠くない、まずい、眠くないぞ、頑張って寝ます。
みんなもゆっくり休んでください。休み明けお仕事お疲れ様、頑張れ、頑張ろう、一緒に頑張ろう。おー、おやすみなさい。おやすみ。